全仮想通貨ホルダーに警告です。この動画を見逃すと、今あなたが預けているコインが来月から使用付け状態となって動かせなくなる可能性があります。ご自身の大切な資産を適切に守りたいというあなたに向けて、僕の公式 LINE では対策方法などまとめて共有していきます。まずは概要欄から僕の公式 LINE を必ず追加いただき、そちらに KYC とメッセージを送りください。はい、どうも、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。突然ですが、あなたは仮想通貨取引所の認証ってもうお済みでしょうか？セキュリティ面を強固にするためにも重要な作業ではあるんですが、正直めんどくさいですし、やらなくてもいいやって思ってしまいますよね。しかし今後この一手間を怠ると大切な資産を失うかもしれません。今回の動画では仮想通貨取引所に起きた重要な変更点とその対策方法を解説していきます。それでは早速本編に入っていくんですが、まずはこちらをご覧ください。はい、でこちらの記事なんですが、見出しがですね、ビットゲット本人確認手続き KYC を必須化、既存ユーザーも期日までに対応をといった内容になってます。でこの記事内容を要約していくとですね、暗号資産取引所のビットゲットが2023年今年の8月21日に本人確認手続き、いわゆる KYC と呼ばれるものですね、こちらを完了していないユーザーに対する機能制限を強化していくよという方針を発表したんですね。でこれは国際的な仮想通貨の規制要件を遵守し、ユーザーの権利あとは利益を、適切に保護するといった目的があるようです。でこの KYC のルールの変更というのは、新規のユーザーあとはもうすでに使っている既存のユーザー、この両方に大きな影響を与えてきます。なのでこれから新しくビットゲットを使おうという方も、もしくはこれまで使っていたという方、どちらも対象となります。ではそれでは次に、今回の仕様変更によってどういった影響が僕やあなたにあるのかというところをお伝えしていきます。では早速今回の変更点になるんですが、先ほどもお伝えした通り、これから新しく登録する人、そしてすでに利用している人、この2つの軸があります。でまずですね、2023年今年9月1日以降に新規登録するすべてのユーザーに関してはレベル1の KYC 認証というのを完了する必要が出てきます。そして逆に今年の9月1日時点ですでに登録していたユーザーに関しては、同じく今年の10月1日午後1時までに同じくレベル1の KYC 認証を完了していく必要があるということですね。なのでこれから登録する方もすでに使っている方も、どちらもレベル1最初期の KYC の認証だけは通しておく必要があるよということですね。はい、ここまでは大丈夫でしょうか？そして2023年の9月1日から10月1日の間であれば、まだレベル1の KYC 認証を完了していない方でも今まで通り入出金と取引可能ではあるんですが、そこから10月になってしまったらですね、レベル1の KYC 認証を完了していない方に関しては、まず新規取引注文のこちらがまずできなくなり、さらに出金あとは注文の取り消し、あと申し込み商品の召喚、出金あとはですね、注文の細かい操作という部分しかできなくなってしまいます。なのでこれからビットゲットを使おうとなった場合にですね、ビットゲットに新たにお金を入金できなくなってしまいます。これ正直めちゃくちゃ不便ですよね。資金の入金ができなくなってしまうので、実質その取引所が機能しなくなります。そして今回ですね、初めて仮想通貨に触れるという方も多く、 KYC 認証の方法を知らないという方も多いかもしれません。もしもお持ちの取引所からお知らせを見逃していたという場合はですね、今のうちに例えば登録したメールなどを確認していただいて、必要な手続きを行うということが重要です。あとは最近では他の仮想通貨の取引所でも同様のルールの変更だったり、そういったものがですね、続々と取られている状況です。なのでご自身の大切な資産を守るためにも、しっかりとこうした情報も収集していって、ルールをしっかりと守りながら安全に取引しましょう。また今回このご自身の大切な資産を適切に守りたいというあなたに向けて、僕の公式 LINE では今回のこの KYC 認証の変更などに伴って対策方法などをまとめて共有しています。なのでこちらの情報を受け取りたいあなたは、動画の概要欄から僕の公式 LINE を必ず追加いただき、そちらに KYC とメッセージを送りください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ動画の高評価とコメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。